つかの老年約束してた光る全て。
新陳代謝がいい。
今日はもうお昼間から集まってくれてありがとうございます。ハルマリコです。ここあのセブンデイズさんはですね、私活動を始めて今年 5年目になるんですけど、本当に初期の初期に実は出させていただいてました。はい、すごく昔出させてもらって、本当3年ぶりぐらいにここでまた出させてもらうんですけど、本当に初めての私にとってはそのステージとファンの方、お客さんっていうのに出会わせてもらった場所で、でその当時は古木さんのことをめっちゃ私は知ってるんですけど、シャイです。恥ずかしくてあまり喋れず、すいませんありがとうね大丈夫。そう、めちゃくちゃ楽しい、声大きいですよねめっちゃ響きますよね。そう、面白い方なので、この後、ね、飲みながらぜひ一緒に喋ってください。めっちゃパワーを取れますどうぞどうぞ。そうです本当、はい、その頃からなんか自分は変わったかなとか考えてたんですけどね、あんま変わってなくてねただそのなんだろう、始めた時初期衝動としては、あのステージに立つということに対しては、あのやっぱ自分を見てもらいたい、ちょっと目立ちたがり屋な部分と、あの見られたくない恥ずかしがり屋な部分と両方あって、でも目立ちたい、見てもらいたい、自分をちょっとでも見てもらいたい、認めてほしいみたいな、なんだけど、そう、今となっては本当にそこからいろんな方と出会って、応援してもらって、支えてもらって、ステージというもの、歌というものは自分だけのものじゃないなと思って、本当にそう支えてくれてるスタッフさんだったり、あのこうやって来てくれて、いてくれるお客さんだったり、その人たちがいてこその活動で、なので自分一人だけのものじゃないという、その責任とか、あの本当に頑張らないといけないな、頑張りたいなという気持ちをその4年前以上に感じて、今ここに立たせてもらってます。あともう2曲だけになるんですけど、はい、いっぱい歌いますのでよろしくお願いします。私って本当に嫌われるのが嫌で、好かれたい願望がすごい強くてすごいあるんですよ、嫌いな声ねだけどなんかそのこの曲はあの本当にあれ、そうやって嫌われたくないから好かれたいからって自分の素直な気持ちを隠して合わせてっていうのはなんだか違うなっていうのをすごく思って、あの自分を守るためじゃなくて相手のために本当に思うこと、素直な気持ちを伝える、自分なりにぶつかってもいいから、嫌われてしまって も傷つけたくはないけど、嫌われても仕方ない、仕方なく、ん難しいな、でもすいません、そう、素直な気持ちを相手のために伝えるっていうのは本当大事やなっていうのを思って、それがあの本当の友情とか愛情なんじゃないかなって思います。そう、セブンデイズさんでよく歌ってたこの曲を今から歌います。聴いてください。君が
でロックのユニットミストというかミストっていうユニットをやってます。イエイ、はい、あの分かりやすく言えばこっちが白マリコ、あっちが黒マリコ。どっかで聞いたことあるぞ。やる。そうなんです。で、ね、もうすぐ6月の7日にのそのユニットミストの初のワンマン、そして初のその日にCD を発売させていただきます。そして初のじゃない、もう何年も経ってる私の誕生日でもあって、その日6月7日、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あのまだミストの活動が浅いということもあって、あのね、その日来てくれる方が基本原まり子の活動を知ってる方で、弾き語りが好きな方が多くって、なのでなんていうのかな、だから皆さんロック初心者なんですよね。ロック分かる分かる、
私もロック初心者なんですよ、言えばえそれ言ったらあかんな。でもあのそうだから皆さん多分初めは照れながらなんですよ。照れながらそのワンマンライブが始まってだけどあの私の中でいろいろ模索しててめっちゃかっこいいロックなんで、あのそれも聞きづらいとかじゃなく、きっとあのバンドですごくいい音を奏でてくださる方がバックにいて、私もちょっとダンスビートなロックなんで踊りながらあの歌いますんで、あのそうそうそう、だから私引っ張っていく係引っ張っていく係そう歌ってみんなを乗せる係で、皆さんそれに乗っかってもらえたらなって思ってて、あの本当に楽しい暑い夜にしますので、6月7日夜7時からホリエゴールディというライブハウスでミストバンマンライブがあります。ホリエグーグルとか言ってるんですけどねグーグルっていう名前間違えてはって可愛いと思ったんですけど、そうゴールディでバンマンライブしますので、一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひ来てください。そう今日もそのチケットとあとCD もハルマリコの方で4種類出させてもらってて持ってきてますので、まだ持ってない方はぜひ聞いて、たくさん聞いてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日本当に本当に本当にお昼から暑い中ありがとうございました。最後はその一番ミストに近いと思われる曲を、そしてミストをやるきっかけとなった曲となってます。大切な曲で、それをピアノロックでお届けします。聴いてください。パール。Thank you.
も迷わない自分を信じて、どこまでも続いてく虹、冷たいこの街を追い、きっといつか誰もが一輪の花の皆さんと。